皆さんこんにちは。こんにちは。配信のご覧の皆さんもまた共に、御言葉に学ぶ機会が与えられていることを感謝します。この時間はワークショップということに位置づけになっていますので、メッセージというよりも、少し、もうちょっといろんな話題とかですね、いろんな角度から、共に学んでいけたらなと思っています。今ご紹介いただきましたけれども、御言の地へ向かって荒野の旅路における5つの訓練ということでお話をしていきたいと思います。で、約束の地はすごく実りが多い地ですよね。しかし私たちがまだ足で踏んだことがない場所です。で、私たちがそこに入っていくためには訓練を通されていく必要があるんですよね。で、スライドの方が出てきますか。最初に申命記の8章の5節を見ていきたいと思います。出てきますか。申命記8章5節では先に読んでいきます。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。イスラエルの民の荒野での40年間は、天のお父さんがイスラエルの子供たちを約束の地に入らせるための、ある意味訓練期間であったと言ってもいいと思いますね。はい、ありがとうございます。スライドが出てきましたね。さあ、イエス様の歩みを見ていくときも、イエス様はヨルダン川でまず洗礼を受けられました。で、聖霊が鳩のように注がれました。で、その後イエス様はすぐに宣教地のガリラヤ、またはシリア、もしくはエルサレムに行ったかというと、そうではなかったんですね。イエス様はすぐに活躍する、ミニストリーがある場所に行ったわけではなくて、まず最初に行ったのがアラノだったんですね。そしてそこで40日間訓練というか、悪魔の試みに遭うという期間を過ごされます。ここリンクしているの分かりますか。イスラエルの民の40年とイエス様の荒野での40日、そこまでつながってるんですよね。皆さんどうぞ覚えてください。あなたは世界を変革するチームの一員として生まれた人です。しかしそのためには訓練されていく必要があるんですね。そして神様は私たちが御言の地に入っていくために効率を求める神様ではありません。ゆっくりと時間をかけて一人の器を整えていく、そのような神様なんですよね。ですのでこのワークショップでは、荒野の旅路における5つの訓練を共に見ていきたいと思います。と言いつつ、ポイントに入る前にですね、私たちカフェでですね、実はカフェでじゃない、教会でカフェの働きをしていてですね、カフェメインになっちゃったからですね、教会でカフェのリストリーがあってですね、そこで、コーヒー屋さんということでちょっとコーヒーをやってるので、少しコーヒーの話をさせてください。はい、興味が、みんなありますよね。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、聞いたことない人もいるかもしれませんので、一杯のコーヒーができるまでのストーリーということで少しお話ししたいと思います。これ、プレイズコーヒーっていう名前で私たちのカフェやってます。オリジナルの、マグカップでございます。一杯のコーヒーができるまでのストーリーで、コーヒーって黒くて苦い液体、そんなイメージあるかもしれないですけど、実はコーヒーって果物なんですよね。フルーツなんです、もともとは。で、コーヒーの木っていうのがあってですね、そこに実をならせる、これがその実なんですけども、コーヒーチェリーというですね、こういう赤っぽかったりちょっとこういうグレープっぽい、または黄色の実がつく品種もありますね。このようにしてコーヒーって実は果物なんですね。私も実際このつまんで食べたことあるんですけど、ちょっとプラムっぽいというか酸っぱいような、でも甘さもあってですね、そういう本当にフルーツなんだなということを感じさせられました。で、ここが実をつけて、その種が実はコーヒーの豆になっていくんです。で、じゃあそれがなるまで、コーヒーになるまでどういうプロセスがあるかというと、まず実を一つずつ
農家の人たちが収穫していくんですね。でどういうふうに取ってるかっていうと、皆さん一つずつつまんで取ってるんですよ。でね、めちゃくちゃ大変な作業ですよこれ。私も沖縄のコーヒー農園に以前行ったんですけども、もう本当に時間がいくらあっても足りない、つまんでもつまんでも取りきれない、まあ、そんな状態でした。でもそれをまあ農家の人たち、農園の人たちがつまんで取ってるんですね。まあ、一部 IoT を導入してですね、機械で収穫しているところもあるんですけど、でもまだ9割というかほとんどは人がですね、つまんで取ってるんですね。そしてその後どうするかというと、このつまんだコーヒーの実の果肉の部分、周りの部分を除去するという作業を行っていきます。つまんでいい実だけを集めて、この写真がそうですけども、果肉を除去していく作業も人がやってるんですよね。そしてその後に、まあ、いろんなプロセスが実はあるんですけども、王道のやり方を紹介しています。コーヒー豆の煎帳、その実を剥がした後にですね、実のいろんな成分がついているので、それを洗うわけですね。まあ、ウォッシュっていう製法なんですけど、ウォッシュという形でこうやって洗っていって、きれいにしていきます。で、その後に乾燥というプロセスに入ります。天日干しですね。で、ちなみに洗わないで、ウォッシュドせずに収穫して、実を剥がしてすぐ乾燥するやり方を、まあ、ナチュラルって言ったりします。コーヒー屋さんに行ったらぜひウォッシュのナチュラルという違いがあるので見てみてください。でそれによっても味が変わってくるんですよね。まあ乾燥させます。そしてその後にですね、実は左側が乾燥が終わった状態ですね。でそこからさらに皮があるんで、それを剥く作業が必要なんです。でこれを剥くと、ちょっと透明のですね、膜に覆われた種が現れてくるんですね。で実は一つの実に種が2つ入ってます。2つ重なって入ってるんですけど、それを全部剥いていって、一番右側の状態になっていくんですね。そしてこれを焙煎するわけですよね。まあ、カフェのロースター、この焙煎だけでも本当に奥が深くてですね、焙煎の度合いによってコーヒーの持っているアロマというか味わいの引き出され方が全然変わってくるんですよね。左側がですね、火を少し入れた浅入り、右側ががっつり火を入れている深入り、まあ、真ん中あたりも深入りですね。まあ、そういうふうに焙煎で味が変化していきますね。そしてその後に抽出ですね。これ全部プレーズコーヒーの画像でございますね。はい、全部抽出、ドリップをしたり、まあ、抽出もまたいろいろあるんですよ。ハンドドリップでこうやったりですね、ハンドドリップはクリーンな味わいになるんですね。であとは、まあ、エスプレッソってですね、思いっきり圧力をかけて30ミリぐらいの濃厚な液体を、抽出するんです。でそれをミルクで割るとラテですね。皆さんお好きでしょ、カフェラテとかになっていきますね。あとまあ珍しいのがエアロプレスとかです、ね、ハンドドリップと、フレンチプレスの間って、すみません、いろんな言葉がちょっと出てきちゃいますけどあとまあ昔からあるサイフォン、火でこう炙って抽出するやり方とかいろいろありますよってことですね。そしてようやく、まあ、一杯のコーヒーが完成してくるわけですね。で私たちがカフェで飲む、まあ、そういうものになっていきます。実はこれくらいのプロセスがですね、あるんですね。あ、これプレーズコーヒーですね。一杯のコーヒーができるまでに関わる人々、まあ、農家の方々ですよね。そしてその先ほど身を洗っていたウォッシングステーションの人たちです。そして3つ目がその豆をですね、まあ、コンテナに積み込んで流通させていく流通業者さんがいます。で4つ目がカフェとかですね、コーヒーショップ、焙煎師、ロースターですね。そして私たちの元に届くわけですけども、皆さんそれぞれがもちろん仕事としてやっているので対価が払われていくわけですけども、例えば1杯のコーヒー100円で飲めるとなると、農家の方にどれぐらいコーヒー利益がですね還元されていくでしょうか。これ大手のですね飲食業界では常識になっている価格の設定なんですけども、1杯のコーヒーの原価率は 3%で設定っていうのが常識になっているようですね。ということは 97% がお店の取り分になりますね。
この図でいくと3、4、5あたりで 97% を取っていることになります。ですので農家の方に単純計算でいくと3円ぐらい、1杯100円のコーヒーだと3円ぐらいがいっていくということですね。じゃあそれじゃあ農家の人も報われないじゃないかと、もうこんなに頑張って1個ずつ実をつまんでるのに報われないじゃないかということで、この仕組みを改善する必要があるなということで出来上がってきたのがスペシャリティコーヒーっていう新しいですねマーケティングという概念ができてきたんですね。でコーヒーの中でもまだ 5% から 6% のシェアしか持ってないんですけども、スペシャリティコーヒーの定義は農家や農園がまず特定できること、そして豊かな個性とアロマがあること、そして生成プロセスが明確であるということですね。この3つが言えます。で、コーヒーのこのストーリーから何を学ぶことができるかというと、作り手それから生産側を見る目をまず養うことができるんですよね。そして顔と顔が見える、農家の人の顔までちゃんと分かる関係性、それがあって初めて仕事に誠実さが生まれてきます。そして一杯の価値を高めていくという、まあ、要するにこのスペシャリティコーヒーって今カフェとかで一杯500円とか600円とか、ものによっては一杯1000円のコーヒーとかあります、2000円のコーヒーとかもあります、一杯ですよ、まあ、それぐらい価値はあるんですけども、まあ、プロセスを明確化したことによって誠実さが生まれていって、結果として豆のクオリティが上がっていって美味しくなっていき、一杯のコーヒーの価値を上げることができて、結果農家の人に経済がきれいに循環していく、まあ、そういった世界が実はコーヒーの世界であるんです、まあ、こういう話を聞くと、まあ、安いコーヒーだけがいいわけじゃないなということがなんとなくわかると思いますね。ボタン一つでコーヒーが出てくる、まあ、その背景にはいろんなプロセスがあるわけですよね。で大切なことはどうやってそれができているんだろうか、でこれは何なんだろうか、そういう疑問を私たちは持つことが大切です。でこれは教会でもすごく大切な視点なんですね。教会に来て電気がついているということは誰かがつけているということですよね。でもちろん電気代もかかっていて誰かが払っているということですよね、まあ、もちろん教会が払っているということですけども、電球が切れた時に誰かがその球をはしごに登ってくるくる回して変えているということですよね。椅子が教会に来て並んでいる時に誰かがそれを並べているわけです。当たり前のように絨毯がきれいなのは誰かがそれを掃除しているわけですよね、まあ、そういう一つ一つに私たちは疑問を持っていくっていうことすごく大切なんです。なぜかというと今の時代は、まあ、知りたいことをインターネットでサーチするとすぐに答えを与えてくれる時代ですよね。そうなるとプロセスがずっこ抜けて答えだけを理解してしまう、そういう時代です、まあ、確かにその一つ一つのプロセスも検索すれば見ることできるかもしれないですけども、本質的な部分で大切なことは疑問を持つ力です。問いを立てる力が必要なんです。なぜなら問題が生まれないと新しいものが生まれてこないからです。私たち同じ道を行くことになるんです。でも新しい道に行くためにはまず問いを立てるということが大切です。イスラエルの民が荒野で受けた訓練、一つ目は問いを持つ訓練でした。出エジプト記16章15節でイスラエルの子らはこれを見てこれは何だろうかと言い合った。それが何なのか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンだ。イスラエルの民は荒野でマナが降ってきて養われました。このマナは先祖たちが知らなかった食べ物だったんですね。そして彼らはこのマナを見たときにこれは何ですかとこの箇所を見ると言ったことがわかるんですね。神様は私たちをミステリーの中に招き入れます。それは私たちがこれは何ですかと神様に問いを持つためなんですね。マナは日々必要な分だけが与えられました。それはイスラエルの民が
神様のミステリーの中にとどまる訓練だったんです、これは何だろうかと疑問を持つ領域にとどまる訓練だったんですね。しかしイスラエルの民は答えを欲しがりました。出エジプト記16章20節を見ると、しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までその一部を残しておいた。するとそれに虫が湧き臭くなった。イスラエルの一部の人たちはマナを多めにとって明日の分まで残しておこうとしました。これは不確実性ではなくて確実性を求めたということです。問いを持つことから答えを持つ領域を求めたということですね。答えがあるとき私たちの上渇きが奪われていきます。イエス様は40日の荒野の旅路で何も口にせず上渇く領域にとどまり続けました。申命記8章の2節と3節を見ると、あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全ての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあることを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人がパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。イエス様は荒野で飢え渇きの中にとどまり続けました。サタンがこの石をパンになるように命じなさいといった誘惑に対して、イエス様はこの申命記の御言葉を引用して勝利を収めました。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きる。これは御言葉により勝利を収めることでもありますが、そのベースとなることは神のミステリーの中にとどまり飢え渇きを保ち続けるということです。神様は私たちをミステリーの中に招いておられます。これは何ですかという領域に私たちがいるとき、もっと大きな啓示をあなたに与えることができるんですね。荒野の旅路における5つの訓練、2つ目を見ていきましょう。2つ目の訓練は安定ではなくリスクを負う訓練です。民数記の9章の17節から23節を見ていきたいと思いますね。民数記9章17節から23節。9章17節から23節を読みます。いつでも雲が天幕から昇るときには、その後でイスラエルの子らは旅立った。また雲がとどまるその場所でイスラエルの子らは宿営した。主の命によりイスラエルの子らは旅立ち、主の命により宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間彼らは宿営した。雲が長い間幕屋の上にとどまるときには、イスラエルの子らは主への務めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命により宿営し、主の命により旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば彼らは旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば旅立った。2日でも1月でもあるいは1年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエルの子らは宿営を続けて旅立たなかった。しかし雲が昇った時は旅立った。彼らは主の命により宿営し、主の命により旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命により主への務めを守った。イスラエルの民が旅をする時は主の命令とともに雲の柱、火の柱が彼らを導きました。雲がとどまっている時にはイスラエルもとどまり、雲が動く時には彼らも一緒に動きました。雲とは神様の臨在の象徴ですね。まず私たちは神様の臨在に導かれていくことが大切です。しかしこのポイントで伝えたいことは、安定ではなくてリスクを負っていく訓練です。イスラエルの宿営は荷物がたくさんありました。幕屋の器具を部族ごとに分担して運んでいました。
皆さん自分たちの住む場所も住む天幕も建てないといけなかったんですよね。せっかく時間をかけてテントを建てても雲が動いたらまた全部畳んで動き直しですよ。ある時は1年ああもう1年経ったら快適ですよね。もう動きたくないという思いに私たち絶対なると思うんです。でもある時は2日で旅立つ準備をしなければなりませんでした。設置したかと思ったら移動です。これはどういう訓練でしょうか。安定ではなくてリスクを負っていく訓練なんです。同時にそれが神の臨在とともに働くということでした。以前私たちの教会で、地域の人たちと一緒にですね、外の公園でイベントする、お祭りにですね、参加させていただく機会がありました。私たち本当に準備していてですね、地域に対して福音が届く機会になるように、扉が開かれる時になるように、そして前日にテントを張って機材をセッティングして音響もバッチリ整えました。リハーサルも終わって教会のダンスチームもステージの広さを確認したり自分の立ち位置を確認したりしてですね、ステージに立つ人みんなが自分のポジションをですね理解しました。そして手をつないで祈ったんです。明日のこの祭り祝福してください。主の栄光が表される時になりますように。天気予報では晴れの予報でした。しかしその日大雨が降ったんです。外れてるじゃないかと思いながらですね、しかもただ雨だったらいいんですけど風も吹いていてですね、テントの中に物も収納できないような雨風がですね吹いてきたんです。その日の朝ですね、急いで全部畳んでですね、私たちは急遽地域の公民館でですねそのイベントを実行することになったんですね。もう慌ただしく全部を移動させてですね、そして立ち位置もせっかく確認していたのに新しい公民館ではもう立ち位置もわからないまま本番がスタートです。もう全部がうまくいかない状態で終わった時にもうめちゃくちゃ疲れてました。教会にみんなどんどん疲れてですね、どうにか終わった、そのような感じでした。しかし終わった後に一緒に開催した地域の人は、いや教会がいてくれて本当に良かった、みんなが一緒にテント運んでくれて畳んでくれて本当に助かった、そのような感謝の声がですねたくさん上がってきたんです。私たちの計画ではステージ上から福音やさまざまな福音的なパフォーマンスというか、そういうものを通してですねイエス様を表そうとしていました。しかし神様は全部をひっくり返して一緒に仕えていくことを通して主の栄光を表す道を作ってくださいました。これは私たちが安定からリスクを負っていく訓練なんですね。今のような未来予測がしづらい時代になってくるとどんどん現実重視になっていきますね。私たちは自分でハンドルを握って自分で人生をコントロールしていないからです。しかしあまりにも現実を見る視点は神様のなさる不思議を見る領域から私たちを遠ざけてしまいます。リスクを負ってチャレンジするその気力を失わせてしまいます。でも今まで行ったことのない道をこの足で踏んでいくということは道がないところに一歩足を踏み出していかないといけないんです。リスクを犯してビジョンを見てチャレンジしていくということです。皆さん夢を見て失敗することは夢を見ないことより良いことです。人が不可能だということが神様には可能となる、その信仰をぜひ持ちましょう。3つ目のポイントいきたいと思います。アラノの旅路の訓練3つ目は創造性の訓練です。イザヤ書の43章の19節を見てみましょう。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか。必ず私はアラノに道を、荒れ地に川を設ける。神様が新しいことをなさるとき、それは荒野から始まっていくんですね。民数記の10章の33節を見ると、こうして彼らは主の山を旅立ち、3日の道のりを進んだ。主の契約の箱は3日の道のりの間、彼らの先に立って進み、彼らが休息する場を探した。このように書いています。3日と私たち聞くときに、私たちの地上で地上の時間軸で考える
3日のことかなと思いますけれども、実は聖書全体を見ていくともっと大きな啓示があることがわかるんです。それは神様の安息に入っていくための日数なんですね。例えばアブラハムもイサクを捧げるとき3日の道のりを進んでいきました。ヨナも3日未満魚の腹の中にいました。ラザロの復活も死んで3日後に復活し、イエス様ご自身も3日目に復活されました。3日の道のりとは自分自身に死んで、そして安息に入っていく、そのような道のりなんですね。安息とは私たちがコーヒーを飲みながらソファでくつろぐ時間のことではなくて、神様が世界の初めに人間のために創造された世界です。エデンですね。そしてやがていく新しい地、新しい天ですね。イスラエルの民が目指していた地は地上においては約束の地、カナンの地でした。しかし主の安息を目指していたということがヘブル書を読むと分かるんですね。ヘブルの11章の9節を見ると、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。この箇所不思議なんです。アブラハムが約束の地に来た時に他国人のように住んだって書いてるんです。主がこの地を与えるよって約束して、来た、やったここが自分の地だと言いそうじゃないですか。でも彼はすいませんよさよさしたんですね他国人のようにして住んでいた。つまりこれはアブラハムのゴールがこの地上の地のことではなかったということですね。でそれが実際にヘブル11章16節で書いてます。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。イスラエルの民が旅をして目指していたのはこの安息の世界を目指して旅していたんですね。安息について、いろんな角度で言えますけども、ワークショップですので少し、広い範囲でですね、見ていきましょう。ここで伝えたい安息の世界とは創造的な世界です。創造的世界です。神様が用意されたエデンの園、永遠の都は創造性に満ちた世界でした。神様は無から有を生み出すすごいアーティスト、クリエイターですよね。そして神様の形として作られた私たちにもそのような性質があるということを覚えたいと思います。私たちも創造的な存在です。神様は人間に被造物に名前を付ける使命を与えられました。そのように私たちがクリエイティブにこの地を管理して治めていくことを主は望んでおられるんです。イスラエルの民はこの創造性、3日の道のりを進み、その安息の世界に招かれていたと言ってもいいかもしれません。それは言い換えるなら誰かのようになろうとする生き方ではなくて、主にある本来の自分、すなわち神の形を表現していく生き方です。若い皆さんどうぞ覚えてください。神様は創造的なお方なので無限に私たちにアイデアをくださるからです。アイデアが浮かぶ瞬間ってありますか？創造的なアイデアが浮かぶ瞬間、私の場合は机に座っている時よりもですね、ふとした時に出てくることが結構多いですね。で特にですね、一人でお風呂に入っている時、めちゃくちゃアイデアが湧いてくるんですよね。あれ不思議ですよね。でお風呂出たとたん忘れちゃったんですね。あれ何だったかな、曲とかで、ね、フレーズがいいフレーズ出たなと思ったら、あ忘れた、もう歌えなくなってたとかって、そういうことあるんですけど、ショールームっていうアプリを作った前田裕二さんっていう、ビジネスマンがいますけども、彼がメモの魔力っていう本でですね、そのことについて面白い解説をしていました。人の脳みそはですね、何かを情報を得るためにインプットモードになる時と、もう一つは情報を出すためにですねアウトプットモードになる時があるそうです。例えば人の話を聞いている時、インプットモードですよね。
今皆さんインプットモードですね。そしてテレビを見ているときや、またスマホもそうですよね、ヤフーニュース開いたりとか、そういうときってインプットモードなんです。なんかいろんなものがネットで入ってくる、もうインプットだらけの時代ですね。でこういうときはあまりアイディアが出てこないそうですね。しかしお風呂に入っているときって毎日やっているルーティンなので、もうインプットモードゼロです。もう自然にそれをやります。そうすると脳が今度切り替わってアウトプットモードになってくるそうです。そうするとどんどん新しいアイデアが出てきたり、クリエイティブさが出てくるっていうんですね。インプットが少ない場所に私たちの身を置くということが大切です。聖書を読みながら黙想し、また祈りの場に出ていき、静まってみる。そこは皆さんアイデアの宝庫です。主が無限にアイデアをくださるんです。イエス様は荒野にいつも退いて静かな場所を確保しておられました。まあ、ワークショップなのでもう少し具体的にいきましょう。創造的なアイデアを生み出すサイクル4つ紹介します。1つはまず主の前に静まる時間を確保する、持つということですね。そしてその時にですね、いろんな思いが来るかもしれませんが、これ自分の思いかな、キャンセルせずにどうぞノートにメモに書いてみてください。すぐメモを取って。そして2つ目は今度は情報をインプットする必要もあるんです。御言葉やさまざまな情報を私たちたくさん入れていく。私たちは食べたもので体が作られていきます。見るもの聞くものが私たちのマインドを作っていくんです。なので良い情報をどんどんインプットしておくことが大切です。そして3つ目は人と話をしてみる。まあ、雑談めいた会話でもですね、いろんなアイデアの宝庫なんです。神様って大きなメガホンを持ってアイデアをですね、これがアイデアだとですねくださるような方ではなくて、まあ、そういう時もあります。はっきりと分かるという時もありますけれども、意外と人との会話の中でですね、そのような扉を開くことがあります。人を通して神の印や新しいアイデアをくださることがあるんです。そして4つ目、客観的な視点で自分を見てみる。自分はこのアイデア、こういうふうに思ったけど、これどうなのかなと少し上の目線からチェックしてみるわけですね。そして大切なのは、イエス様だったらどう考えるだろうか、イエス様だったらどうするだろうか、そのような視点が大切です。これをですね、このようにサイクルとして持っていくときに、私たちはどんどんクリエイティブになります。特に優先順位がなく、私たちのサイクル的にインプットとアウトプットの場に出ていく、そのようなことが必要だと思います。小さい子供を見ているときに本当にアーティストだなと思うんですね。見たまま思ったままを表現しようとしますよね。絵の具で全部の色を混ぜてみてぐちゃぐちゃになったりと。しかしだんだん大人になるにつれて、ああダメダメ、これ混ぜたらダメ、この色のところを混ぜたら黒にしかならないみたいですね。そういういろんな情報がですね、私たち大人になるにつれて分かってきます。でも本来与えられているものを表現するということがなくなってしまうんですよね。これは肉の思いだ、これは自分の思いだ。しかし皆さん、イスラエルの子は創造性の訓練を受けました。私たちが神様にアイデアを求めていくとき、神様はそれを種の形で私たちに与えてくださいます。そしてそれを巻いて成長させていくように主は願っておられるんですね。4つ目いきましょう。アラナの旅路における5つの訓練、4つ目は卓越性の訓練です。卓越性というと分かりにくいかもしれませんが、質の良さ、高品質であることです。民数記13章であの石膏スパイを使わした日から37年が経過したときに、イスラエルの民はもう一度あのカデシュの地に来るんですね。そして今度は民がそこで水がないとアロンとモーセに逆らうんです。それまでイスラエルの民はモーセが岩を打つと水が出るという方法で奇跡的に水が与えられてきました。その箇所でも主が岩を打つように命じるんですね。ちょっとその箇所を見てみましょう。民数記20章11節を見ると、モーセは手を挙げ彼の杖で岩を2度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。
12節も見てみましょう。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなたはこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。モーセが岩を打つと水が出てきたんですけども、実はこの箇所のゆえに、このシーンのゆえにモーセは約束の地に入ることができませんでした。その理由はモーセが岩を2回打ったためだったんですね。しかしモーセからすると、聞いてないよって思いませんか、皆さん。聞いてないよ、せっかく気合を入れて2回打ったのに、なんじゃそれは。でもこれはですね、実は今後これから先神様がなそうとしておられる啓示の計画にモーセが触れてしまった、そのためなんですね。それが新約聖書で解き明かされています。第一コリント10章4節を見ると、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んできたのです。その岩とはキリストです。この岩はキリスト、イエス様のことなんだということを表しています。つまり岩を打つとはイエス様の十字架の啓示なんですね。十字架にイエスが打たれる、その啓示が実はあるわけです。ヘブル書9章25節から26節を見ると、それも年ごとに自分の地でない地を携えて聖所に入る大祭司とは違う。キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもとへが据えられた時から何度も苦しみを受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。イエス様の十字架はただ一度だけで完成されるものでした。二度打つ必要はありませんでした。つまりただ一度で最高の価値がある出来事だったんです。それが二度なされるということは、十字架の価値を下げてしまったという行為だったんです。あらためここで受け取るべき訓練は卓越性の訓練なんです。ただ一度だけ価値を下げない、高品質最高のものを保つ、そのような訓練です。皆さん、天から与えられるものには価値があります。それを私たちが神から与えられる創造性によって表現していくわけですけれども、表現するときにその価値を下げてはいけないんです。天からのものには価値があるので、私たちも高品質なもの、卓越性に満ちたものを作っていく必要があります。しかし今の時代はコスパ重視の時代です。できるだけ大量に安く早く、そうなるとどんどん価値は下がっていくんです。しかしキリストの十字架の価値はただ一度だけ、完全な高品質です。500円の価値があるコーヒーを提供するには美味しいコーヒーでなければならないわけですよね。1万円の T シャツのためには高品質な T シャツでなければならないわけですよね。そのために大切なことは何か、プロセスが整えられていくことです。爪が甘く雑な部分が取り扱われていく必要、先ほどコーヒーの話をしたので、また少し戻ってコーヒーの話に結びつけます。この豆を洗うウォッシュドというプロセスがあるんですけども、この使っている水をですね、ある農園ではこの水がずっと使い回しの水で洗われていました。そうするとですね、なんか完成したコーヒーが、口が乾くような感じ、ドライとかアーシーっていうんですけども、そういう感覚があったんですね。しかし、きれいな水に変えてみて、その水がきれいにろ過されながら循環するような仕組みを作っていったときに、その農園の豆の味は今までと全く別のものになっています。ものすごくフルーティーで甘さが出てきた。そういうですね、プロセスを見直すことによって高品質なものが作り出されていったんです。他にもですね、先ほど乾燥のプロセスの話をしましたけども、インドネシアのある農園ではですね、乾燥するのに全部アスファルトにそのままコーヒー豆をぶちまけてですね、乾燥させてたんです。そしてその農園の特徴はやっぱりドライな感じでですね、口が乾くような感覚、それがその農園の豆の味だと思われてたんです。この農園の味はこれだってもうずっと刷り込まれてたんですけども、
プロセスを変えてきれいなネットに天日干しするようになったら、めちゃくちゃお花のような蜂蜜のようなフローラルさが出てきたんです。本来はそれがその農園のコーヒーチェリーの味だったんです。でもプロセスが雑だったがゆえに、その本来の価値を引き出すことができない状態だったんですね。皆さん、私たちは卓越性、プロセスを見直すことによって価値を上げていく、その訓練を受けていく必要があります。福音もそうです。価値があるものとして証ししていく必要があるんです。価値があるものとして映し出していく。そして教会もそうです。教会の価値をお手軽に誰でもご利用ください。まあそういうフレーズたくさんありますけどでも皆さん、価値あるものとして私たちは教会を映し出していく必要があるんです。5番目、最後ですね。高品性の訓練です。民数記12章の1節から2節を見ると、彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのか、我々とも話されたのではないか。主はこれを聞かれた。モーセという人は地の上の誰にも勝って謙遜である。ここではミリアムとアロンがですね、モーセの権威、リーダーシップに対して逆らう様子を見ることができます。他にも民数記16章ではコラの子たちがモーセに逆らう様子を見ることができます。しかしモーセが持っていたものは柔和さでした。モーセ、なんでお前だけがリーダーなんだ、なんでお前だけが。そのような声に対してですね、モーセは私だけが何で言われないといけないんだって怒らなかったんですね。じゃあミリアム、お前がリーダーになって導いてみろと。そうは言いませんでした。ここにモーセの謙遜さがありますね。モーセは自分のアカウントを削除することもありませんでした。アカウントをブロックすることもありませんでしたモーセは批判を浴びながらも自分のリーダーシップにとどまり続けたんです。自分の召しに立ち続けたんですね。これはモーセの品性が高品性だったことがわかります。しかしイスラエルのための反対に不平不満の態度を何度も主に取り扱われました。品性の訓練を受けたんですね。私たちがどんなに創造的なものを作り、そして卓越性があるものをこの世に送り出したとしても、それらは品性という土台の上になければ、イエス様の栄光を表すことはできません。品性はお金の使い方や時間の使い方、言葉の使い方、人との関係に表されていきます。皆さん、この世界の仕組みでは創造性と卓越性を持ち合わせたときにすぐに棚に上げられる仕組みが出来上がっています。見たことがないような創造的で高品質なものを見たときに、瞬く間に拡散されて多くの人々がすぐ近づいてきます。そして言い始めるんですね。なんでお前だけがリーダーなんだ。なんでお前だけが影響力を持っているんだ。あなたの創造性、あなたの卓越性を私にも分けてくれ。DM が飛んできて、あなたの投稿を見ました。今度あなたのアイデアを拡散させてください。あなたのしていることは世界の貧困に役立ちますから、エコロジーのためになります。そう言ってきます。イエス様を裏切ったユダが、マリアがナルドの行為を終わったときに言いました。もったいない。これは貧しい人々に施しができたの。ナルドの行為のように高品質なの、卓越性がある。そしてそれが今までなされたことがないような、前代未聞のイエス様に注がれるという創造的な出来事とセットになったときに、人々は言うんです。あなたのアイデアをください。拡散させてください。あなたのしていることは世界のためになりますか。ソロモンの時代でもそうでした。卓越性のゆえに近隣の国々がどんどん近づいてきました。皆がそのやり方を知りたい、その秘訣を知りたいと思ったんですね。しかしその時に私たちの品性が試されます。モーセは何でお前がリーダーなんだというその声に対して、それを退けて自分のリーダーシップにとどまり続けた。それは私たちが社会から隔離して生きることを言っているのではありません。どんなにあなたが想像するものが注目を浴びたとしても、どんなにあなたが作り出すものが卓越性に満ちたとしても、私たちが問うべきことはキリストらしさがあるかどうかというポイントなんですね。イエス様の価値観が私がしていることにあるだろうか。
その価値観によって私たちは動かされていく必要があります。キリストの品性によって私たちはその価値が保たれていくんです。イエス様らしさを失うときに塩気のない塩、覆いがかけられた光になってしまいます。そうなると私たちは今までと同じ道を行くことになります。まだ通ったことがない道を行くためには、このイエス様らしさ、高品性を保ち続ける必要があるんですね。ぜひ皆さん覚えてください。問いを持ち続けること、リスクを取っていくこと、創造的であること、そして卓越性があること、高品性であること、すべてキリストが持っておられるものであり、キリストが私たちに与えてくださるものです。そしてこの5つの石を持って、どれが巨人にヒットするか分かりません。荒野で訓練されて新しい地に入っていくんです。お祈りしたいと思います。天の父なる神様、この YFN のワークショップの時間ありがとうございます。主よ、私たちは訓練を通して約束の地に入っていくことを学びました。どうぞ受け取ったことをそれぞれが置かれている場所で実行していくことができますように。そしてイエス様のように、どうぞ私たちをさらに作り変えてください。そしてイエス様、まだ見たことがない地に私たちがこれから踏み出していくことができますように、新しい世代を豊かに祝福してください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。